はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。ゲームコレクター酒缶のファーストテイク、このファーストテイクは僕が久しぶりにプレイするゲーム1回だけ挑戦して、ゲームオーバーになったらそこで諦めてやめるというそれだけの企画なんですけども、今回挑戦するのはスーパーマリオランド。はい今やるとダメかもしれない。昔はねクリアとかできたけど、今うまくうまく亀に乗れるかな。結構微妙な操作が厳しいんだよね。まあ一応確認確認しとくと、 A ボタンジャンプ、あとシューティングエリアは、ミサイルや魚雷で、 B ボタンは走る、加速、スーパーボール、フラワー取ってるとスーパーボールを投げる、あと魚雷ミサイル、あ、そんな感じです。まあタイトルに行ったら戻る、始めますけどもまあ基本このゲームに関して言うと4ステージかな、で4エリアも4つかな確か。まあゲームボーイでやるよりは楽かな、見えるからね。ただ操作はね、なんて言うんだろう、このいろいろきついなあ、やべ、お、こんなあったっけ。だってあれをシンプルに取れないこと自体がちょっとやばいよね。で、ファイヤーボールと違って、弾んでいくだけの、あ、やべ、爆弾に、そうだ、ノコノコっていうか、あの亀に、をやっつけると爆弾になるんだよね。一発で今やられちゃったから、ちょっと。あ、無敵だ。この曲はって感じもするけどマリオ関係ないやんって感じもするけど、まあいいのか。あ、そうだ、思い出した。あ、そう、そういうことか。これ上に行くと、あ、ちょっと待ってゴールが2つあるんだけど、上に行くとなんかボーナスステージ的なやつができるんだよ。よっしゃ増えるのが一番いいからね。やべ、おー、危ない、あ、危ない。よし、よし、無難なプレイだなひたすらに無難なプレイだなあ、無難なプレイの割にはやられる。よし、危ね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 
このね、ボタンを押したか押さないか問題みたいなね。あ、危ない、危ない。正直今さっき似たようなステージ構成だった気がするんで痛かったのにな。まあいいや。やばいけど落ちて死ぬのやめようよ。え、これってこれっていけんだっけ、いけないか。うん、あ、わあ下だったか。あ、ショック。多分ここにね、このハテナブロックが、で、あの、キノコなんで。でもこれキノコ取れなかったら死ぬしかないのかな。もし取れなかったら。避けるパターンあるもんね。最後の一個って。ファイヤー使えばよかった。もったいね、もったいね超えちゃったよ普通に。あれ3面で終わりだっけ、4までなかったっけ。そっか、1の3で終わりか。41の4じゃないんだ、1の3か。そっかそっか、じゃあ資産12か。だからあの4ワールドなんですよ。そっかそっか、だから12面ってことか。ほう、あー間違えたよー。まあ一回2個入ったから。この宇宙船の怪しさ。全然弾が役に立たねスーパーボールが全く役に、あ、ここあったっけ。もうどこが、もうすっかり忘れてるからさ、もう全然もう、あれ、ここ入れるっけ。入れねえよダッシュうまくすれば上行けんだと思うけど、いいや、もうファイヤーばっかや、ファイヤーじゃねえや、スーパーボールばっかやな。おお、踏めばよかったそっかそっか。
よし、今だ今だ、今のうちに進んどけ。もう落ちるリスクばっか考えるね。あんま怖いことできないね。地味プレイ。にしてもファミコン40周年ってやってるけど、ああやられた。ゲームボーイも40周年やんのかな。ちょっと世代的にきついんだよね、ゲームボーイの40周年って多分。あ、多分ゲームボーイってやっぱ、あー危ね、いけるいける、まだ大丈夫。よしできるだけ増やしとかなきゃいけないからね。よっしゃー。おー、おっと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 、あー入った。これ慎重だよな。やべやべ、間違えた。いやー、やっぱ辛いんですよ、この感じ。あースター、あーちょっとショック、ショックでしかない。いやーもう危ない危ない。おしおし、あ、え、嘘だ。まあ復帰ポイントがね、割とこう融通が効いてる感があるかなって気がしないこともない。冷静に冷静に。あぶね、あそこ行けんのか。ああそういうことか、これむずいな。あー無理だ。ダッシュだったな。ダッシュでトントントンか、無理だ。今の僕には無理です。だからこっちに来ちゃうとボーナス面がないんですよ。いや、あ、シューティング面。あ、そう、キノコ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 。これ絶対さ、あー無敵取れなかったのつらい。考えたよね、このすごい細かいブロックを踏んだりすんね、殴ったりすんのは大変だけど、打つ分には何の問題もないからね。そういう面ではこのステージ構成はね、よく考えてるなって思った。当時なんかやられまくってんな、さっきから。なんかさっきから全然大きくなったらすぐちっちゃくなっての繰り返し。あ、そっか。マリオ
マリオー、マリオよし、取った。よし、取った。これでちょっと有利になる。有利っていうか、単に、一発食らっても、一発食らったよ。なんだかんだで一発食らったよ。で、ここで多分降りるんだよね。違ったっけ？ここで、違う。こうか。こうか。いやー、結構順調ですね。まあ、これも多分、3DS のレトロフリークかな。レトロフリーク3DS のバーチャルコンソールかな。レトロフリークでやったっけな。どっちかでクリアしてるけど、もうだいぶ前だよね。10年ぐらいは経ってるような気がする。あー、まあ、ファイヤーフラワーよりいいか。ファイヤーフラワーじゃない、フラワーよりいいか。まだごっちゃになるな。だから、今のところ、今回はあれか、モアイ面か、一応、表現的には。飛んでる。最後中国だもんね、確か。中国っていうか、キョンシーだもんね。危ね。危ね、危ね。やばいなぁ。全然ダメだなぁ。そっかそっか。割と似たステージ構成なんだよね、このゲームって。見てると容量がなくて端折ってるっていうか、少ないバリエーションでこなしてるのかなっていう感じはする。いや、こんなとこに容量不足があるのかわかんねえけど。わっ、おっ、ちょっとやばいやばい。増えたからいいや。あぶね、あぶね、あああれ、この辺になかったっけ。もうないのか。何回も出ないのか。よしよし。ある意味、いやー、ちょっと。よし。ここでやられれば何度でもやり直しが効くっていう。で、そうしてる間にコインが100溜まってもう1個増えるみたいなね。はあ、危ね。
え、嘘だろ。マジか。キャー。いけない。うわ。ここだ。よし。危ねえ。入れなかったっけ？違うか。わっ。わっ。これはもうなんか手抜きっぽいんだよね。なんかできるだけ詰め込み、あ、落ちた。右側にクエスチョンあったな。あそこでなんか取れたかな。あ、これぐ。あれ？ここからか。ってことは通行とか。もういいや。危ない。そういうことだよね。ここは無限ワンナップじゃないの、ある意味。意味ちょっと違うけどさ。あー、また落ちちゃった。あれ、B ダッシュ効かないんだっけ。まあいいや。ここ岩乗ってくんだよね。これ。これはちょっとね、マリオと違って、また、それ、これはこれで面白いなぁと思ってた。そっか、あれ食らうんだっけ。ここはね、言わなくてもいけるとこだからね、ある意味ね。あ、やば。ちょっとここら辺、あ、マジか。すげえ無駄死にじゃん。あ、嘘だろ。何やってんだこれ。ちょっと待って。あれ、もう B ボタンでいけない。あれ、そんな感じだったっけ。あれ、さっきいけたよな。ちょっとボタンの押し方が悪いのかな。まあいいや、もうしょうがない。あ、嘘だろ。やばい、どんどんひどくなってる。え、ちょっと操作に、やばい、操作の、あれ。やばいぞ、これ。いや、もう、このゲームは、てか、ファーストテイク史上初のクリアみたいな、そういう感覚でいたのに、一気にやばくなってんじゃん、もう。なんか余裕でクリアできるよ、とか思ってたんだけどな。行けんのか。よし。あれ。まあいいや。まあいいや、これは。危ない。ぐあ。あれ。あれ。増えるチャンスまで逃しちゃった。やばいな、これ。やばいぞ。あと5ステージだけど無理だな、ちょっと。ここまで減るとちょっと厳しいな。
ばいとしか言いようがないな。これどうやんだっけ。あれこれどうやんだっけ。抜ければいいのか。あれ、やばいな、これ終わるな、確実に終わるな、ここで。あっ、いやー、やばいな、一気に。てか、スタミナがないのかな僕の。いやー、せっかく粘ったのにな、ここまでか。あ、危ない危ない。多分10万に行ったら 1回コンティニューとか、なんかそんな感じの縛りだったからコンティニュー1回入ってるけど、今回はもうやらなくずにこのまま終わりにします。はい、ということで、いいや、はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったりとか、こんなゲームやった方がいいよ、こんな企画やった方がいいよってアイデアのある方は、ぜひコメントください。また、動画の拡散、SNS での動画の拡散をよろしくお願いします。以上、酒ガンでした。